渡里町渡里町は、宮城県南部の太平洋沿岸、阿武熊川の河口に位置する町。温暖な気候を利用しての果樹、柿栽培が盛んであり、特にイチゴが名産である。郷土料理の原米市は、近年農産漁村の郷土料理百選に選出された。隣接する山本町とは2002年11月から、合併に向けて協議が行われたが決裂した。県から、 代替案として、名取市、岩沼市、渡り町、山本町を合併する案が示されたが、人口規模のみを基準とする案であったため具体的な協議が行われることもなかった。仙台都市圏に含まれる。太平洋上空から見た渡り町北部、日本初期巻き七、日本穂高の遠征に、足の裏、玉の裏を経て、北上へ至るという記述があり、 この足の裏が渡りに当たるという。2006年度より10カ年計画での総合発展計画を策定した。基本理念は暮らしやすさナンバーワンである。有効都市安心して生涯を託せる保健福祉のまちづくりを目指す。生涯学習体制と学校教育の充実を施行。小学校長率小学校6校中学校町立。 中学校4校高等学校県立高校1校他に、幼稚園2園渡り駅渡り町町民乗り合い自動車、サザンカ号高速道路、一般国道県道照明寺の椎の木2012年9月原、米市2012年9月、緑豊かな住みよい田園都市を作るために、以下の検証を定めている。注釈出店。ありがとうございます。